売りの少女とても寒い日のことでした雪も降っていてもうあたりはすっかり暗くなっていてそれは今年最後の夜のことでしたその寒さと暗闇の中 一人のかわいそうな女の子が道を歩いていました。頭に何もかぶらず、裸足でした。家を出るときには確かに靴を履いていました。でも靴は何の役にも立ちませんでした。それは大きすぎたのです。昔女の子のお母さんが履いていたものでした。 女の子が道を渡ろうとしたとき、二台の馬車がすごい速さで走ってきたので、彼女は靴をなくしてしまったのです。片方の靴はどこにも見つかりませんでした。もう片方は男の子が持って行ってしまいました。自分に子供ができたらゆりかごにするんだと言って、 それで女の子は小さな裸の足で歩いて行きました。両足は冷たさのために赤く、また青くなっていました。女の子は古いエプロンの中にたくさんのマッチを入れていて、手にその一束を持っていました。その日一日、誰も女の子から 何も買ってくれませんでした。一円だってくれる人はいなかったのです。寒さと空腹で震えながら女の子は歩き回りました。かわいそうな子。まさに悲惨を絵に描いたようです。雪が少女の長い金髪に舞い降りました。 その髪は首の周りに美しくカールして下がっています。でももちろん女の子は美しさのことなんか考えていません。どの窓からも明かりが輝き、通りにはガチョウを焼いている美味しそうな香りがしました。今日は大晦日だわ。 女の子はそう思いました。二つの家が町の角に並んで立っていました。そのうち片方が前に競り出しています。女の子はそこに座って小さくなりました。女の子は小さな足を体の下に引き寄せましたが、 女の子はどんどん寒くなってきました。けれど家に帰るなんてできませんでした。マッチは一本も売れていないしたったの一円ももらえなかったのですからこのまま帰ればお父さんに殴られてしまいます。それに家だって寒いのです。 頭の上に天井はありましたが、ビュービューと風が吹き込んでくるのです。藁とボロ布で塞いではありますが、大きなひびが入っているからです。女の子の小さな両手は、冷たさのためにもう何も感じなくなっていました。ああ マッチがあるわ。束の中からマッチを取り出して壁にこすりつけて火をつければ指を温められるわ女の子はマッチを一本取り出しました「シュ」「なんという輝き」「なんとよく燃えることでしょう」「あかく 輝く炎で、上に手をかざすとまるで小さなろうそくのようでした。素晴らしい光です。女の子はまるで大きな鉄のストーブの前に座っているように思いました。そのストーブには光る真鍮の足があり、 上には真鍮の飾りがついていました。なんと美しく燃える炎でしょう。炎は周りを温めます。女の子は足を伸ばして温まろうとしました。しかし、小さな炎は消え、ストーブも消えてしまいました。 手の中に燃え尽きたマッチだけが残っているだけでした。女の子はもう一本壁にこすりました。マッチは明るく燃え、その明かりが壁に当たったところはベールのように透けて見えました。そして女の子にはその向こうに部屋が見えました。 テーブルの上にはとても白いテーブルクロスが広げられ、その上には豪華な食器が並べられていました。焼かれたガチョウにはリンゴとプラムが詰められていて、美味しそうな湯気をあげていました。そして嬉しいことに、 ガチョウは背中にナイフとフォークを刺したままテーブルから飛び降りてよろよろと歩きながらかわいそうな女の子のところまでやってきたのです。とその時、マッチは消えてしまい熱く冷たい壁だけが残りました。 女の子はもう一本マッチをつけました。すると女の子はとても美しいクリスマスツリーの下に座っていました。そのツリーはとても大きくて金持ち商人の家のガラス戸を通して見たことのあるツリーよりももっとたくさんの飾り付けがしてありました。 何千ものろうそくの光が緑の枝の上で燃え、店のショーウィンドウの中で見たことがある色付きの絵がたくさん飾られていて、それらは女の子を見下ろしていました。少女は両手をそちらへ伸ばしました。その時、マッチが消えてしまいました。 クリスマスツリーの光はどんどん女の子から離れていってしまいました。そして女の子は今度は輝く星々を見たのです。そのうちの一つは長い炎の尾を引きながら流れ落ちました。今誰かが死ぬんだわ、と女の子は言いました。 女の子の子おばあさん、もう死んでしまったけれど女の子に優しくしてくれたおばあさんがこう言っていたからです。星が一つ流れ落ちるとき魂が一つ神様のところへ行くのよ」とマッチをもう一本壁でこすりました。 すると、とても明るくなり、その光の中にはおばあさんが立っていました。とてもはっきりと輝いて、優しそうで祝福された姿で。おばあちゃんと女の子は叫びました。お願い。私を連れてって。 マッチが燃え尽きたらおばあちゃんもいってしまう。あったかいストーブみたいにおいしそうなガチョウみたいにそれからあの大きなクリスマスツリーみたいにおばあちゃんも消えてしまう。少女は急いで残ったマッチの束を全部壁にこすりつけました。 おばあさんを失いたくなかったのです。マッチの束はとてもまばゆい光を放ち、昼間よりも明るくなりました。この時ほどおばあさんが美しく素晴らしく見えたことはありません。おばあさんは女の子をその腕の中に抱いて、高く飛んでいきました。 二人は輝く光と喜びに包まれてやがてもはや寒くもなく空腹もなく恐れもないところ神様の身元に行ったのですしかし次の朝家の角には頬を赤くして口元に笑みを浮かべて女の子が座ってた ていましたそう一年の最後の日に凍えて死んでいたのでした新年の朝の太陽は昇り女の子の体を照らしました古いエプロンにはマッチがたくさん入っていましたが一束は燃え尽きていました あったかくしようと思ったんだなあと人々は言いました。女の子がどんなに美しいものを見たのかを知る人は誰一人いませんでした。女の子が新しい年の喜びに満ち、おばあさんと一緒に素晴らしいところへ行ったのだとは誰も知らなかったのです。